はい、皆さんこんにちは、今回はこのバロッコのテーブル少し重かったりしますんで、廃材を使って新たに、作り変えていきたいと思います。それではスタートします。新たに2つの機能を付け加えてみます。これはクックマンのエプロン、お気に入りです。もともと付いているパーツは全てそのまま使っていきます。最初は黒すぎるかなと思ったんですけど、乾くといい感じになりました。Thank you.
パーツをつけてテーブルが水平に安定するようにします。テーブルを跳ね上げた時に固定するストッパーをマジックテープで作っていきます。ここはホッチキスで十分ですね。これで寝るときにいちいち外さなくて大丈夫ですね。はい、うまくいきました。2本ある足の長い方は外にセットする際に使います。はい、今回買った時のままのこのバロッコの内装第1弾の改造としてこのテーブルを作ってみました。先日作ったこの囲炉裏をセットできるようにしてみました。これで旅やキャンプの時に楽しんでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた見に来てください。